レイビーと風間のホープアベニュー。皆様いかがお過ごしでしょうか。レイビーと風間です。ホープアベニュー、このコーナーではゴスペルからの希望あふれるメッセージをお届けしたいと思っています。ご案内はパーソナリティのレイビーと風間です。それでは行きましょう。ホープアベニュー。はい、皆様、2020年も6月に入りました。いよいよ6月ですよね。梅雨のシーズンなんですけれども、沖縄からだんだんと梅雨が広がっていって、まあ、私いつも思うんですけどもね、季節の移り変わりって正確だなと思うんですね。必ず夏の前には梅雨前線が伸びてきてですね、日本中に雨を降らせると、まあ、これはね恵みですよね。田植えも終わって水が本当に降って雨がですね、そして豊かなこの自然の中で稲が育っていって秋の収穫を迎える、まあ、そのためにはですね、きちんとしたこの季節の流れというのが必要なんですけど、毎年、ちょっとしたズレはあったとしてもですね、必ずこの季節が巡ってくるというのが私は本当に奇跡だなと思っています。さて、2020年はですね、コロナウイルス、新コロナウイルスのことで世界中が、今でもですね、戦いが続いていますので、引き続き完全な感染の拡大が終わるようにですね、お祈りしていきたいと思っています。皆様のお住まいの地域は今日はどんな感じでしょうか。日本は比較的ですね、うまく抑え込んだなんていうニュースが今来ているんですけどもね、油断はなかなかできませんよね。このウイルスというものは調べていきますと、皆さんもいろいろとお感じになって調べた方もいらっしゃると思うんですけど、生物なのか無生物なのかよくわからないんですよね。タンパク質の中に DNA というのが入っていまして、それが人間や動物のですね、体の中のある受容体にピタッと入るとですね、そこから侵入してこう自らを複製していくと。それまでは複製できないもんですからね、ウイルスはウイルスなりに生存しようと思って工夫してるみたいなんですね。でそれがですね、新しい種類のものが来た時に人間には免疫がないので大変なことになるというのが今のこの現実なんでございますけどもね、こんな時代でですね、本当に生物か無生物かよくわからないものに、目に見えないものに今人間はもう本当に社会全体が麻痺するぐらいの大きな被害を受けたわけなんです。そんな中でですね、目に見えないものへの戦いをしているわけですよね。目に見えないといってもごくごく小さな電子顕微鏡クラスでは見れるみたいなんですけども、目に見えないものの存在を信じているぐらいですからね、これは目に見えない神様を信じるということも私はできるんじゃないかなと思うんです。はい、ちょっとそんなこと言うと論理が飛躍してるよと言われるかもしれませんけどね、今日一つだけ御言葉、聖書の言葉をですね、ゴスペルの言葉をご紹介したいと思います。それは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この方はどなたでしょうか。私はあなたと共にいますという方がですね、いらっしゃるんですよ。この方の名前をジーザスクライスト。それもですね、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいるとおっしゃってくださる方が今いらっしゃいます。時代はですね、この疫病、いろんな災害、戦争の噂といったものをですね、もう人間はずっとこの歴史の中で聞いてきたんですけども、今こそそばにいてくださるお方がいたらどんなに安心かなと思います。私の心からの願いは、日本の皆様がですね、この目には見えないけれども確かに私たちと共にいてくださることができるジーザスクライスト、イエスキリストへの目が開かれることを祈っています。この方によって私たちはこれからどんな苦難や困難に、ぶち当たってもですね、回復していけると信じます。そんな日本になることを心から信じて、今日お送りいたしましたホップアベニューでした。それではまた次回お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you. And please remember, Jesus loves you. Bye bye.